はい、皆さんこんにちは。今はね、タイのバンコク戻ってきました。で、今回皆さんに言及させていただきたいことっていうのは、昨年あの質問いただいたことなんですけど、昨年質問いただいたことのご回答させていただきたいと思います。まあ、この間マレーシアに年末ね行ってきてですね、まあ、あのバンコクから寝台列車を使って、ハジャイまで行って、ハジャイから、マレーシアクアラルンプールまでバスで行ったんですけど、タイの南部、タイという国は、まあ、基本的には、まあ、爆弾テロもありますけど安全な国として知られています。ただその中で、危ない地域っていうのがありまして、外務省の渡航の、制限を出している地域があります。まず、これに関して、ね、研究させていただきたいんだけど、まずその外務省の渡航情報ということでレベル1から4まであります。これに関しては皆さんも外務省のね安全渡航情報のあれをページを見ていただければ分かると思うんだけど、それを見ていただきたいと思います。で、今回本当だったらね、まあ、日本にいたら編集ソフトを使って、編集ソフトで作成していいやつをアップしたいんだけど、ちょっと海外からだとね、編集ソフトがちょっと持ってきてるパソコンがね、スペックがちょっとあんまり良くないやつなんで、まあ、これパナのレースノートはいいやつだけど古いんでね、ちょっと速度遅くてね、あのなかなか編集できないんで時間かかっちゃうんで、あえて編集せずに無編集でやってる、そこだけちょっとねご了承いただければと思います。たまにそういうふうにコメント入れてくる方もいらっしゃるんだけど、まあ、出発前に言うこともあるんだけど、海外にいるときは Wi-Fi の速度が遅かったりするんで、ちょっと手の込んだ編集ができなかったりするんで、そこら辺がちょっとねご了承いただきたいと思います。で、今回お題に入らさせていただくんだけど、レベル1からレベル4ってあります。外務省の、安全渡航情報というのが出されていて、でレベル1、これは結構至るところであります。十分注意してくださいということで、その国地域の渡航滞在にあたって危険を避けていただくためということです。レベル2、不要不急の渡航をやめてくださいということで、まあ、用がないのに渡航するのはやめてくださいということです。でその国地域の不要不急の渡航はやめてください。渡航する場合には特別な注意を払うとともに十分な安全対策を取ってくださいということです。ここまではまだいいかなと思うんだけど、ここから先ね、レベル3、これも言ったことあるんだけど、レベル3、レベル4、レベル3に関しては渡航はやめてくださいということで、渡航中止勧告、これはその国地域の渡航はどのような目的であれやめてください。場合によっては現地に滞在している日本人の方々に対し退避の可能性を準備を促す可能性があるということで、これがレベル3です。最高レベル、これは例えばイラクの一部とかね、シリアとかそういったところが当てはまるわけだけど、アフガニスタンなんか当てはまるんだけど、レベル4、退避してください、渡航はやめてください、これ退避勧告です。その国地域に滞在している方は滞在地から安全な国地域を退避してください。でその状況では当然のことながら、どのような目的あれ新たな渡航はやめてくださいということで、渡航4までになってしまうとね、これは本当にやめなきゃならないレベルです。で、タイという国は意外に知られてないんだけど、タイの南部がレベル3と4の2と3の地域があります。でこの間ハジャイ行った時はレベル2の地域ということで、不要不急の渡航はやめてくださいというところだったんだけど、それがまあソンクラー県で、その近くソンクラー県でも例えばジャナとかテーパーとかサバヨーイ、あとはパッタリー、ね、ギャラー、ナラティワート、ここら辺はレベル3なんです。だからタイでも南部、南東部ね、まあ、マレーシアの国境地帯、この南東部のあたり、こっち東海岸の方、このあたりっていうのはもうレベル3になっているので、それをちょっと皆さんねご承知いただければと思います。その国地域のところはどのような目的であれやめてくださいということです。ここに関して言及させていただきたいと思います。まあ、世界各地に皆さんがじゃあこういう、ね、海外渡航される前に必ずこれを見ていただきたいんだけど、海外の安全渡航情報ということね。で、ここはですね、いわゆる、まあ、何があるかっていうと、タイ南部に行くとイスラム教徒の方々が多いんです。で、イスラム教徒を全て危険というふうに言ってしまうような人もやっぱりそれは見識の甘さがあるかなって感じはするんです。基本的にはイスラムのね過激派は悪い人多いですけど、イスラムの人の中にはまあいい人も多いのが実情であって、イスラムだから悪い人々っていうふうに考えてしまう人がいたら、それは絶対間違いかなって感じがします。特にマレーシアとかインドネシアなんていったらね、穏健ですし割と親日的な感じの方が多いですので、そこら辺の勘違いなさないようにしていただきたいと思います。で、その中でかつては歴史的な背景を含めれば、タイとマレーシア、この辺りって結構マレーシアの領土だったところもあるわけです。で、今はタイの領土になってるってあって、そこら辺にいわゆるタイ人のイスラム教徒の人もいますけど、マレー系の人も実際今タイ人として住んでるわけです。で、その人々たちが、まあ、いわゆるそのタイから独立、かつてはマレーシアだったので独立を訴えて活動している過激派があるということで、
それによって爆弾テロが頻発してるわけです。ちょうど自分がハジャイにいた時も同じようにその爆弾テロが起こってですね、亡くなった方がいらっしゃるわけです。なのでそこがあるので、まあ、よく爆弾テロが起こるということでレベル2、レベル3を出しているわけです。これちょっと外務省のホームページで読まさせていただくと、先ほど言ったナラティワートとかヤラーとかパッタニ、ソンクラー家の一部ね、ジャナとかテーパー、そういったところはレベル3渡航をやめてくださいということで、タイなので、タイからのブリンドクリスを暴評するイスラム系勢力が存在し、主にナラティワートやヤラー県、パッタニ家に拠点を置いて活動を続けていますと。これまで同志による、襲撃、爆撃、爆発事件が続発しており、死傷者は車、警察関係、教員を含む公務員や、その他の一般市民、外国人まで広く及んでいるということで、仏教徒のみならずイスラム教徒も被害に遭っているということで、2017年4月19日にナラティワート、パタニね、ソンクラー県で警察署、検問所など13カ所が武装グループの襲撃を受け、2名が死亡、1名が負傷する事件が発生していますということで、2004年から2016年まで6850人が殺害され、6850人ですからね、たったの12年で。6850人の殺害ってすごいと思うんですか。で、12,547 人が負傷しているということで、ございます。だからそれぞれナラティワートとかね、これは最近はいろいろ起こってるんだけど、ヤラーとかパッタニとか、この辺もやっぱり爆弾テロで武装勢力によってね、殺されたりってのがよく起こってますので、まあ、この間はまあフォンクラーゲンもねありましたけど、なのでこういうことがあるので、まあ、極力素人はね近づかない方がいいです、まあ、これによって例えば近づいて亡くなったり犠牲になってしまったり誘拐されてしまって今叫ばれている自業自得なんて言ってる人もいますけど、そういうふうにね言われてしまう可能性もありますので、ね、だから素人は絶対ここは近づかないかなって感じはします。まあ概してタイという国は治安がいいんですけど、一部ここの地域もしくはカンボジアの若干の国境地帯があんまり良くないところもあるんだけど、基本的にはそっちは大丈夫かなと思うんだけど、特に今問題視されているのはこちらのタイ南東部のいわゆる先ほど言った、県ですね、パッタニ、やらナラティワート県、そしてソンクラの一部です。で皆さんもここら辺にはね素人であれば近づかないようにしていただきたいと思います。